ジャージーは、イギリス海軍の駆逐艦。JQ。1937年9月28日寄港。1938年9月26日浸水。1939年4月28日襲撃し、第7駆逐軍に配属。同年8月、ザコ演習に参加。第二次世界大戦開始時は、イングランド中部、リンカンシャー州イミンガムを基地としていた。 1939年9月4日、ドイツ商船、ヨハネス・モイッキン・ビューカーを発見。ヨハネス・モイッキン・ビューカーは自陳し、ジャージーは乗員42人を収容した。9月23日、北海で紹介任務に当たるも、両艦ジャベリンの艦備に衝突。艦首を損傷し10月9日まで修理を受けた。12月6日、ジャージーは、 駆逐艦ジュノーと共にイミンガムを出港し、紹介任務に就いた。12月7日未明、ノーフォーク州クロマー沖で、平井不設を駅当中のドイツ駆逐艦、ハンスロディトエーリッヒギーゼに発見され、エーリッヒギーゼの発射した魚雷一本が、ジャージーの左舷に命中した。ジャージーは沈没は免れたが9名が戦死、翌年9月末まで修理を受けることとなった。 その後地中海艦隊に転属。1941年5月1日、ジャージーと軽巡洋艦グロスター、駆逐艦、ケリー、カシミイール、キプリング、ケルビン、ジャッカルは北アフリカへ向かう敵船団の攻撃にマルタから出撃した。だが、敵船団は捕捉できず、翌日艦隊はマルタに帰島するが、ジャージーは入港寸前に港の入り口で食らいし沈没した。 35名が戦死。ジャージーの残骸が港の入り口を塞いでしまったため入港できなかったグロスター、キプリング、カシミールの3隻はジブラルタルへ向かった。ありがとうございます。